編集職員一丁上がり。ドンキクラゲのプル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 のアンサンブルが鳴りやみません。にゃーん、幸せ。ダジャハオ、熱烈リツリツ飯店へようこそ。本日も中華料理を作っていきたいと思います。はい、では本日のメニューですね、この間リクエストをインスタの方でいただいたんですけど、キクラゲと卵と豚肉とキクラゲの炒め物ですね、いわゆる定番の中華のおかずです。あちらを作っていきたいと思います。ではでは、リッツクッキング。本日のメニュー、豚肉とキクラゲの卵炒め。あー、この卵とキクラゲのプル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 のアンサンブルが鳴りやみません。それでは実食です。ではこちらに持ってきました。さあどうでしょう、見てください。確実に美味しい。本日の B ランチ、キクラゲと豚肉のはい、はい、皆さん、こちらが本日の A ランチのキクラゲと卵の炒め物です。ではでは食べていきましょう。見てよ、ほらキクラゲがプルプルプルってプルプルプルってしてるのが、飛んじゃった、飛んだ、飛ばさないでください。プルプルのキクラゲを食べましょう。今日はねランチなのでご飯もございます。ご飯つはい、じゃあちょっと味見しましょう。これはですね、もうかの有名なリュウジさんのレシピを参考に作ってみたので確実に美味しいと思います。もうね、みんな大好きですからね。ふう、ではではいただきます。実食です。美味しい。うん、間違いない味がします。なんだろう、普通にめっちゃ美味しい。もうね、普通にめっちゃ美味しいってこれ一番いい褒め言葉ですよね。もう素晴らしい素晴らしい。ご飯とさ、あ、豚肉食べてないで、豚肉食べましょう。豚肉いただきます。これで豚肉です。いいですね。小松菜もシャキシャキ、シャキコマですよ。にゃーん、幸せ。お昼からこんなに美味しいものが食べられて実は幸せだな。幸せをかみしめています。余談と、豚肉に小松菜じゃないよ、片栗粉と卵をしっかり混ぜたのがちゃんと効いてて、肉が柔らかいです。ふんわりタイプの豚肉になっております。で、味付けもね、濃いのかと思ったけど、いや、ちょうどいいですね。まあ、卵とさ、このキクラゲと最高よ。キクラゲが美味しい。デリシャス。デリシャスの D はデブの D。キクラゲのプリプリ感も良くて、やっぱり卵をね、ちゃんと別添えで、やっぱね、基本卵が入ってる料理の基本の基本ですけど、卵は最初にやって別に置いといて後から混ぜる、これもう超基本ですけどね、これは絶対やってくださいね。卵がね、いい感じにね、こう混ざり合ってね、美味しいです。そしてやっぱり中華鍋で作るとさ、小松菜がねシャキシャキなのよ。シャキシャキ聞こえてると思いますけど、やっぱね、油をね消しちゃダメです。卵を焼くときは卵を油を上に入れて、卵をジュワーってやったときの、ジュワー見ました？ジュワーってシュワ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 ーって、あの卵がねいいんですよ。で、あの卵を最後に混ぜる、この油が混ざった卵を最後に混ぜることによって、いい感じに旨味が凝縮された卵になると思います。はい、では本日の材料です。豚肉、本当はバラがいいそうですが安くなかったので、生姜用の豚肉適当適量と、卵3つ、
キクラゲですね。これは乾燥キクラゲを戻したもの。あと小松菜、胡椒、醤油、砂糖、オイスターソース、紹興酒、ごま油。以上です。はい、では調理していきます。ではまずボウルに卵を割っていきましょう。ここでは結構この白身が残らないようにしっかり混ぜていきます。これをちょっと小さめに切りましょうかね。こんな感じかな。はい、じゃあお皿に肉を入れて塩、胡椒、はい、紹興酒、どうでしょうか。はい、じゃあ片栗粉を足します。まあ、こんなもんですかね。はい、で肉を揉み込みます。片栗粉をね、こうやって肉になじませると最後の仕上がりの肉が柔らかく美味しくなるので、これはちょっとね、はしょんない方がいいと思います。まあ、この卵を少々いただいてきて、でこれでさらに揉んでいきます。お、はい、今だいたい何センチ?3センチぐらいですかね。食べやすい感じにしていってください。これ生姜ですね。生姜は千切りだそうです。はい、こんな感じでいいと思います。じゃあ調味料です。醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1/2、ナムプラー大さじ1、お砂糖1/2です。で、じゃあこれ混ぜていきましょう。はい、煙が出てきたので油を加えます。まず一旦これは油の油なので最初の卵用の油を入れていきましょう。とちょっと多めがいいですとのことです。絶対多いでしょと思いつつ、まあこれぐらいがいいと思いますよ実際は。いやー、卵いいじゃん、投入していきたいと思います。カンカン、ほい、あー、めちゃめちゃ美味しそうです。はい、では一旦ここで卵は止めて開けちゃいます。はい、では一度フライパンきれいにしました。もう一度火にかけていきます。はい、ではまずこれでいいんじゃないかですね。はい、生姜も入れて、で、はい、小松菜入れていきますね。パラパラパラ、はい、じゃあ小松菜にも入ってきたところでクラゲちゃんを加えます。はい、卵を加えて調味料も加えましょう。ほい、これを全体的に混ぜます。うわ、めっちゃいい匂いします。お客様、本日の衛生食品一丁上がり。はい、では本日のメニュー完成です。じゃあそんな感じで今日のですね、キクラゲと卵の炒め物ムンシーローですね。本日のメニューもこちらは星3つです。いや、もうやっぱね、素晴らしいレシピで作るとね、味が美味しい、確実に美味しいで、はい、ではまた次回も中華料理を作っていきたいと思いますので、ぜひぜひまたご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。カジオレレカジカジヤロウレシピもやっているので、こちらも見てくれたら嬉しいです。はい、それではまた、ザイチェン。リツリツ